皆様こんにちは。今回はもしもの時のために Android の設定をバックアップできる Android バックアップサービスをご紹介させていただきます。 Android バックアップサービスは Android の各種基本設定やアプリなどのデータを Android に設定している Google アカウントのクラウドにバックアップするサービスです。例えば Android が故障してしまった時や機種変更を行った時などにバックアップファイルを利用して手軽に復元することができます。 Android バックアップサービスにバックアップされるデータは Google カレンダーの設定、 Android に設定した Wi-Fi 情報、壁紙、 Gmail の設定、インストールしたアプリ、ディスプレイの設定、言語と入力、日付と時刻の各設定です。また Google 以外のアプリでも設定やデータが復元される場合もあります。Android バックアップサービスは Android で設定しておくだけで自動的にクラウドにデータがバックアップされるので、例えばいちいちデスクトップにつないでデータの転送作業などを行う必要はありません。しかも設定はとても簡単です。まずは Android の設定を開き、少し下に移動して表示されるバックアップとリセットをタッチします。ページの一番上に表示されるデータのバックアップのスイッチをオンにします。基本的な設定はたったこれだけです。これで新しい Android や初期化した Android に Google アカウントを登録するだけでバックアップされたデータを利用して自動で復元が行われます。このほか複数の Google アカウントを保有している場合はバックアップアカウントでバックアップするアカウントを指定することができます。また自動復元のスイッチをオンにしておくことで復元を行った時に対応しているアプリの設定も復元されるようになるので、こちらもオンにしておくことをお勧めいたします。 Android バックアップサービスは基本的に自動でオンになっていることが多いのですが、逆に見落としがちな部分でもあるので、改めて設定を見直す意味でも今回ご紹介させていただいたのを参考にしてみてください。ただし Android バックアップサービスは Android 内部や SD カードに保存されている音楽や写真などのファイルまではバックアップされないため、 Google Play Music や Google フォト、Google ドライブなどを利用してファイルのバックアップを行うようにしてください。以上、もしもの時のために Android の設定をバックアップできる Android バックアップサービスのご紹介でした。